2013年、三上真治はゲームデザイナー。山口県岩国市出身。ゼニマックスグループ参加の単語ゲームワークス代表。元カプコン第四開発部部長。1990年、同志社大学小学部卒。大学在学中は中国憲法に打ち込む。卒業後、カプコンに入社。カプコンクイズハテナの大冒険、アラジンなどを開発。 1996年には、ディレクターとして、バイオハザードを送り出す。その後、バイオハザードシリーズ、ディノクライシスシリーズ、デビルメイクライなどをプロデュースする。また、逆転裁判1から3の制作総指揮を取った。バイオハザード4では自らディレクターも務めた。2004年7月1日に、カプコンの子会社である、クローバースタジオに移籍し、ゴッドハンドのディレクターを務めるが、 2005年の11月には、親会社のカプコンを退社して、フリーの立場で同作品を完成させる。同年12月に有限会社ストレートストーリーを企業。カプコン退社後もソフトウェア開発の契約は個別に結んでいる。2007年2月、シーズ株式会社の地のプラチナゲームズ株式会社とのプロジェクトを個別契約を結び開発している。二千十年三月一日に、 株式会社単語設立。10月28日に、ゼニマックスグループ参加に入り、単語ゲームワークスに改名。バイオハザードの生みの親ではあるが、そう呼ばれることを嫌がっている。2010年に自らが運営する公式サイトで、ミニゲーム、腹切りを公開した。移植作品を含まず週刊見習いディレクター、中村193のリアル単語第1回。 アーカイブド2015年2月13日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、単語・ゲーム・ワークス、2010年10月28日付。日本未発売作品科学法則が通用せず、人間としての常識を持たない人物が溢れた、不思議アイランドという世界を物体とした推理アドベンチャー。物語冒頭の事件で、被害者となる、可愛子ちゃんは、パンツ5店にクラスいつでもどこでも、 パンティーマルダ氏の人物で主人公をサポートするのが全裸にネクタイ一丁の中年男性の姿をしたおまわりと子供っぽいギャグとも取れるキャラクターが多い。鍵となるのが島に暮らすハンサムであり、エンディングではかわいこちゃんの本性が明らかになる。株式会社 q b q 編プレイステーションクソゲー番付マイウェイ出版発行2018年。 ISBN 9兆7848億6511万 8346P107 ありがとうございます。